アカデミーは予測不能の名コンビ、名だぎたけし&野生爆弾クッキー。披露するのは今回は90年代に K-1 で活躍した格闘家フランコシカティックとスタンザマンに挑戦。なぜかやみつきになってしまうというモノマネショー開演です。爽やかなリング上降り注ぐ歓声K-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 1 トーナメントでブラ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 ンコシカティックで僕はスタン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 ザマンなんできっと谷川が僕を解説する また始まった何処理してんの長いよさわやかな日曜降り注ぐ太陽なんやねんこれ後ろのバックなんやねんマジであかんこれお出したありがとうございましたありがとうございましたじゃんじゃねえじゃんじゃねえわいやありがとうございましたさあまずは山田君とミラクルの、はい、ありがとうございました何のコラボやねんいや頭のしゃべりあんなやってはんのあれやってはりますやってはんねや忠実にあのまんまですいやでも僕本当に広瀬香美さんの YouTube 見させてもらってるんですけどそう曲に入るまでめちゃくちゃ長いんですよへーそうだしその後ろのワンちゃんに気にかけるところとかめっちゃ好きなのでコアなファンにも刺さるそういうところ結構 YouTube とか、はいはいはい、あの Twitter とかでバズってるので好きな人はめっちゃ刺さると思うちゃんと伝わってるやん伝わってるやん見てる方は分かると思いますスタンザマンは、はい、ちょっと本当最初から最後まで何やってるか分かんなかったあの生まれてほぼ生まれてないここのメンバーユダさんの休校に水やってるとスタンザマン調べてて調べてない